久保さん今回「打つ」にしましょうか「打つ」あの人生の逆転満塁ホームラン打ちたいみたいなねまあ打てないですね <laughs> いきなりはまああのねあの10年やらないからね10年やったその先は見えないと思うんですけど、まあ、久保さんもねもう10年以上ですかネットビジネス、まあ、10年たって早いっすね 17年早かったですけど、久保さんも早かったと思いますけど、うん、だってあと3年ぐらいやったらもう20年ですからね、ネットビジネス。<laughs> 早いっすね <laughs>。うん。まあみんなやんないんだよね、いくら言ってもやらないから分かんないと思いますけど、10年もネットビジネスちゃんとやればね、稼げないってことないっすよ。いや、これガチで。みんなやらないからその先は行かないかもしれないですけど、10年ね、 YouTube 研究して稼げません。ありえないですね、多分毎日放送して10年研究して稼げません。あまあど、まあ、その、ヒカキンさんみたいになれるとは言ってないでしょ。うん例えば、その月収100万っていうのはね、多分ん、なんだ、僕できると思うんですよね。うんまあ、そこに、なんだ、その、コンテンツビジネス、自分で商品売っていくっていう勉強をしてないとダメですけどね。 うん、まあ YouTube の再生数だったりチャンネル登録に関してはまあ勉強しても研究してもやっぱ限界値あったりとかしますので、うん、そのその時のなん例えばそのまあこれ柴田さんが言ってたんですけどあのどんだけやっててもね500万回すっていうのはね当てるっていうのはね結構難しいよと有名でもね、うん、だからこれはねまあパイがやっぱあるので YouTube のその視聴者のパイですそもそも視聴者のパイ あああるるののででその限界値があるわけですよまあ、もちろん英語圏行けばまた別の話なんだけどもね、うん、ただ別にそんな再生数なくてもまあ100万ぐらいは稼げますから僕も久保さんもやってますんで、うん、ちゃんとねなんかあの集客して商品作って売るっていうことをやれば売れるようになりますよ、うん みんな多分それやってないだけなんでうんそれは打てないですよねうんそうまあ10年早かったですね久保さんもね僕は久保さんの歴史を知ってますからねまあ久保さんと10年後こんなやってるとは思わなかったですけどね <laughs> でも、久保さんがね、家買った時、止めてもらった時はね、ちょっとね、すごく嬉しかったですけどね。あのコメントしか書けなかった人が、家買ったのか、みたいなね。うん。ほんと何もできなかったですからね、久保さん。コメントは書いてましたけど。コメントは書けました。うん。そう。変な人でしたけど。まあ僕も変な人ですけど。まあ変な人ぐらいがちょうどいいんじゃないですか。言ってらっしゃい。